福島みずさん社民党の福島みずほです、えっと、私も本日、与党が出席しておらず、えー、大臣、えー、副大臣、えー、政務官、出席していないこと、えー、役所があの出,席していあ出席をしていないことに、強く抗議をいたします。 えー、そこで決め、えー、それで私たち予算委員会は質問通告を三時までに全て終わりました。えー、ところが、一、えー、もうその段階で、えー、 質問取りは、ええー、内閣はやらないということに、あの、本当に、あの、なりました。え、議長の不信任案が出たのは、金曜日の夕方ですので、えー、この議長の不信任案は、予算委員会をボイコットするために、政府与党がやったものである、というふうに考えております。で、その、 煽りで、厚生労働委員会自身も開かなくていいんだと、ボイコットをし続けると、国会の審議を全てボイコットする、えー、与党、そして、それに屈服して、あるいは一体となってやっている内閣に対して、強く抗議をしたいというふうに思います。えー、国会は国権の最高機関であり、憲法六十三条は、総理大臣または、えー、閣僚、国務大臣は、えー、 説明に来なければならないし、または出席を求められた場合は出席しなければならないというふうになっています。出席しなければならないという憲法六十三条を明確に踏みにじる行為に対して、憲法違反の行為をやっている与党、そして、ごめんなさい、憲法違反の行為をやっている内閣に対して強く抗議をいたします。社民党自身は内閣総理大臣予算委員会をボイコットする国会を踏みにじり、憲法を踏みに 見知り、えー、予算委員会をボイコットし続け、他の委員会での審議も妨害している内閣総理大臣、えー、そしてこの内閣は問責に値すると考えております。えー、これが常動化すれば、本当にあの立憲主義が破壊をされるこの、えー、参議院では。 川口より子、えー、かつての委員長が自分で委員会を設定したにもかかわらず、自分でそれをボイコットするということがありました。えー、この内閣、この 政府与党が立憲主義を踏みにじっているということに対して強く抗議をいたします。また今日の午前中の審議は、えー、丸川政務官の問題に関して三回目私たちがきちっと質問するという重大な局面を迎えておりました。しかしそれを本人も含めて、えー、ボイコットしていることに改めて、えー、強く抗議をいたします。でこの、えー、丸川政務官の問題に関して、えー、別点に 今日も議論が出ておりますが、これを見ると明らかにえヒューマントラスト社の広告ということがわかります。ただ、厚生労働省のこの事実関係では、なぜか、えー、日経、えー、クロスメディア、えー、営業局が渡したにもかかわらず、ヒューマントラスト社は丸川事務所になぜかこの別点、えー、2だけで別店3は あすみません。さっきは別添3は渡してないということになってるんですね。これはとても、あの、えー、不思議なことで、これが正しいのかどうか、別添3を見れば明確にわかりますし、これ別添3は、えー、 取材の日程や、いつから撮影が始まるかをやっておりますので、私は丸川事務所が、なぜ別添さんを、えー、もらわなかったと主張するのかわかりません。で、この別添さんを見れば、ヒューマントラスト社が広告主であることが明確です。私は今日、丸川政務官に、広告主は誰だと思っていたか。 ということを改めて聞こうと思っておりました。これは石橋委員の質問に、かつて繰り返し繰り返しみんなの質問に日経だとヒューマントラッシャーだとは思ってなかったと言っています。これは全くの虚偽答弁ではないでしょうか。というのは、1月11日の取材当日まで 厚生労働省のこの聞き取りによ、事実関係の聞き取りによっても、一度も丸川事務所は日系とコンタクトを取っておりません。どこの世界に広告主と一度もコンタクトを取らないということがあるんでしょうか。また、これが日系の広告だというふうに思っていた。広告というのはゲラで入っておりますから、日 日経新聞の広告だというのも不自然で訴診しがたい発言です。というのは、なぜ日経が自分のところの広告としてヒューマントラッシュ者との対談を企画するんでしょうか。じゃなぜこれが日経の広告と言えるのか。それも全く理解ができません。私は、えー、丸川政務官は、えー、虚偽を言っているのではないか。本来はヒューマントラッシュ者 としか交渉してないわけですから、ヒューマントラスト社が広告主、スポンサーっていうのは大事ですから、広告主であることを知りながら、この語に及んで日経だと共弁しているのではないかというふうに感じております。一度も日経新聞とコンタクトを取っておらずに、なぜ日経が広告なのかと繰り返しになりますが、 日系がこんな広告をやるわけはありません。ヒューマントラッシュサタの対談を日系の広告ということはあり得ないわけで、私は実は、あの、資質と同時に、そういうふうに嘘の教弁を繰り返すと思われることに、SM 官としての資質はないと、私は断じざるを得ません。と次に、この広告の中身について申し上げます。 えこの広告は、私は実は大変ショックを受けました。というのは、労働者派遣法は、え小泉構造改革時代に派遣が規制緩和され、まあ、その前もそうですが、とりわけ派遣が増え、派遣村が起き、国会の認識として、みんなで厚生労働省と一緒に、労働者派遣法を規制強化して、労働者を守ろうというのが、この国会の多くの皆さんの意思だったというふうに思います。で、 改正、えー、派遣法案は、えー、自民党ももちろん賛成をしていらっしゃいます。で、あるにもかかわらず、この対談の中には、先ほどもあの、田村委員からありましたが、労働者派遣法をなぜ改正しなければならなかったか、厚労省の意思、国会の意思が全く反映されておりません。しかも私はこれ間違っていると思う,思うことは、 この日雇い派遣に関して今後議論すると言っていることです。これは明確に間違いです。日雇い派遣については改正の中で日雇い派遣は原則禁止することを決め、登録型派遣やその他のことについて労政審で議論するとはなっておりますが、日雇い派遣については改正法で決着済みです。それがあたかも今後日雇い派遣や派遣機関一 般、あの、などについて、議論するかのように言っているのは、明らかにミスリードであり、また、もし本当にこう,こう思っているのだとしたら、極めて不勉強であり、また、なぜ国会が、えー、日雇とい派遣という、極めて不安定な、その夜になって、 ときに次の日の日朝仕事があるかかかどうか分からない特別に例外的に認められるときを除いて、日雇い派遣は原則禁止にしましょうといったことの趣旨を全く理解していない政務官は、労働担当の政務官として不適格であるというふうに考えております。また、このヒューマントラッシャーズ自身が、えー、今、若干ホームページを少しは変えましたが、基本的には労働者派遣法が改正されても変わりませんよ。 ということを売りにし、かつ、日々、えー、日雇い派遣はあ、できないけれども、日々紹介、日々紹介、日々紹介ができますよ、ということを売りにしている、えー、会社です。日々紹介は、私の立場は、ある意味、日雇い派遣よりも悪いんではないか。つまり、日々紹介は、日雇い派遣は前日に契約が成立しますが、日々紹介は、その日の時に面接に行った時しか、 え、契約は成立しません。あなたいりません。あるいは、ってなれば、もうその、その日仕事がなくなるわけで、その日を不意にする。あるいは交通費の支払いも、あの、いりませんよってなればないわけですから、日雇い派遣よりも、考えようによっては日々紹介の方が、労働者にとって権利が弱いです。それを今、売り物にしている、えー、という会社に対して、えー、政務官、労働担当の政務官が出て、こういう対談をしていることは、理解ができません。 ページのチェックもしてなかったんだとすれば、それも問題だと思います。またあのこの えー、丸川政務官のあの二回の今までの答弁で、労働法制の規制強化に対しての思いが全く、えー、理解ができないことに私はショックを受けました。直接雇用、間接雇用、どちらが労働者にとってディーセントワークかっていうのに、どっちもどっちだっていう答弁には私は本当に驚きました。これは安倍内閣が進めている規制改革会議の雇用ワーキングチームにおける派遣法の改正や、えー、あるいは限定正社員を え、解雇しやすくするために導入すること、ホワイトカラーエクゼンプションの第一次安倍内閣の失敗したものを今度第二安倍内閣でもう一回提案しようとする雇用ワーキングチームとまさにこの丸川政務官の発言は木を逸にしているというふうに考えております。あらゆる角度から丸川政務官が労働担当の政務官として不適任だということを申し上げ、私の意見陳述をさせていただきます。 この際暫時休憩いたします